ーの生まれはロシア、育ちは関西、舞台は TOKIO、 クイロシケーズです。まあそんなこんなで今日も始めさせていただきましたけども、ありがとうございます。まあいよいよ2019年も末になってまいりましたということでね、まもなく師走の季節でございます。師走って意味わかります？師走っていうのは日本の中でね、12月を意味する言葉でございます。さつきとかさ、いろんな言い方するでしょう。出た、そんななんかまた知識ぶち込んでくるやつ。いやいや、師走っていうのはなんで師走っていうか知ってる？12月のことなんで師走っていうか。イワシ？違います。それ魚でしょう。シワス？シワス。シワスっていうのは漢字でね。あ、シワちゃんとブラスを一緒にシワス。シっていうのはね、なんか坊主の意味をするのよ。坊主ってあのハゲてる状態のことやけど、坊主って言ったら日本ではあのボン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 チーンの、そっちだよね。そう、そっちの坊主さんのことよ。あ、野球してる人とかも。違う違う、あのお葬式とか呼ぶやん、坊主の方なんてのお坊さんのことよ。神っていうのは坊主の意味で、で走るって書くの。で12月はもう年を越す前にいろんなね、なんかお坊さんが忙しい季節なんだって。やっぱいろんななんかイベントごとがあって、だから坊主が走るって意味でします。はい、今日は、まあ、12月になったということで、はい、間もなく今年も最後で、我々もね、まあ、20代後半でございます。我々ももうジギーとババさん。まあ今年だからボトックスをしまくって。違います。うるさい、始めさせろですか。まあ、まあ私たちもね、もう若くないのかな、若いのかなっていう狭間にいるわけよ。いや、じじばばやもん。まだ分かんない。だからそれを今日確かめようということで。確かめんの？そう、2019年にティーンの間で流行った言葉。ってこと、これ分からんかったらマジでばばや認めるってこと？そう、10個あるから、まあ半分分かれば。半分分かれば、なんか嫌だ、いや、どこぐらい分かればいいかな、若者として。は、まあ、要は過半数いけば。あ、ちょっとどうしよう、 SNS とかそういうのあんまりなんか苦手なタイプだから、多分そういう SNS とか見たりとか、そのなんかみんなが例えてるような言葉ってあんま使わへんかも。いやいや、強気でいけや、番組の構成を。やったろうやないの。いけるわって言えや、任せろ。いやー。はい、じゃあ1位から。はい、難易度低いのか。はい、これ俺も分からへん。俺も分からへん。まず読み方が分からへんけど、ピエン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 、なんか分からん。今な説明を読んで俺が思ってる言い方は、あ、ピエン、ピエン、ピエンとか。違う違う。ピエンパピプペポ。あ、ピエン、ピン、ピンコダチさんのピンや。だからそのピエンをなんかちょっと可愛くピエンに。恥ずかしくないように。不正解。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ピエンでしょ、ピエンでしょ。あ、チエンをちょっと可愛く。え、ピエンしちゃった。ピアス炎症してる。どういうこと？あの、ヒントヒントヒント。そう、ヒントないとやっぱり成り立たないから。ヒント。ヒント。やばい、ピエンが分かった。ユーチューバーやインスタグラマーに使われている。ほら、やっぱりもうインスタグラマーできないやつやのに。もう無理よ、諦めな、もう。今回は不正解で。え、何ですか？ね、悲しい時や嬉しい時など感極まって泣いてしまいそうになる時に使われる言葉。ピエンという響きが可愛いという理由で多くのティーンだけではなく YouTuber やインスタグラマーに使われている。これじゃピエンってこと？あ、まるまるくんがかっこよすぎるピエンって言うらしい。ピエン。日本人大丈夫か？ついてけわ、赤ついてけ。まるまるくんがかっこよすぎるピエン。山田くんのチめっちゃ大きかった。ピエー。じゃあ次、次第2位。2位、湧いた。湧いた、湧いた、湧いた、うん、湧いてるってことじゃないの？うん、ジムシが湧いてるとか。うん、え、もうあのフォロワー数が湧いた。ババアだな。違う、待って、湧いた、なんかどっちかっていうと、え、湧いたみたいな感じ。わいたー。もうなんかもう、もう、さあげさあげみたいな。違う。もう不正解、ブブ。正解は、じゃないの？テンションが上がって興奮している時に使う言葉。今日プレゼント、あの人にめっちゃ欲しいプレゼントもらって、わいたー。え、わいたーじゃないの？なんでわいたーなの？なんかそういう言い方もしそう。わいたー。ほら、あんたがわいたーって言うから、うちもさげさげなのかな。だからさ、あれと一緒よ。草生えるとかって書いてる時、いつも。
草生えるってか、なんか真顔で書くのとわらわらわらって書いてんのに、あったかいやろ。普段はみんななんか、うくさくさー、そんなんじゃないよ、みんなあんなあ、くさくさって、うん、はい、第3位、レベチ。レベチン、レベチンえ、あ、レベル違うってやつ。おぉ正解そのままじゃねえかよ、レベチンってレベルが違うの。レベルが違うという言葉が略されてレベチとして使われている。比べ物にならないこと、格が違うこと、普通ではないという意味。じゃあ第4位、まるまるしか勝たん。え、勝たないよってこと、勝てないよってこと。じゃ例えばどんな風に言うの。まるまるの面でしか勝たれへんみたいな。いやでもそういうことやと思う。あ、マジで、やった2回やった。一応ね、説明として、〇〇しか勝たない、〇〇が最高という意味で使われる。〇〇には自分の好きなアイドルやタレント、俳優だけではなく食べ物などの名前が入る。やっぱり〇〇しか勝たん、意味やっぱり〇〇が最強だから、まあ一応正解ってことで、はい、次第5位、ベビータッピ。ベビータッピ、うん、それはなんか何で書いてんの、何語、何語。これ俺知ってんねん、カタカナ。ベビーなんか小さめのタピオカ。うーん、あ、やるで、ベビータッピ、これ。うわ、わかんねえもうこれわからんかったらわからん、うん、これ今流行ってんねん。ベビータッピっていうタピオカ屋さんのあの店員さんがいつも刺すときにベビータッピって言って刺してくれんねん。タピオカじゃねえかよ。でそれの掛け声がストローを刺すときの動画が流行って、 TikTok で、だから TikTok をもし見てる人やったらよく出てくんねんけど、みんなストローを刺すときにベビータッピって言ってストローを刺すっていうシステムらしい。まあじゃあそのギリギリセーフ。いや、アウトだろ。じゃあ次第6位、スターティン。うわ、マーティンみてえじゃねえかよ。いやいや、俺どっちかっていうとスターリンかと思ったスタートするってことスターティンは可愛くスターティンみたいな、うん、スターティンみたいな、うん、正解、やったブレイクしたお笑い芸人リンゴちゃんが、あ、リンゴちゃんね、モノマネをするときに使う言葉、ティーンの間でも何かを始めるときの掛け声としてスターティンが使われている。なんかわからんかった、やっぱりんごちゃんのやつやっていうのはわからんかったけど、あ、 でもスターティーンって感じ。でもみんな言うよな、この昔から言う。うんうん、知ってる知ってる。じゃあ次、はい、第7位、3150。ヒント、インスタグラムに投稿するときにハッシュタグ3150と入れるらしい。成功。そう、うふぃこれ正解でええんかな、これええんかな、正解分かってないやん。なんで、いや、流行ってるらしい、最高っていうのをなんかインスタグラムに書くときに3150とか。おお、知ってる知ってる。絶対知らない。わあ、ちょっとなんか知ってるわ、これよく使うわ。私のインスタグラム多分もうほぼほぼ。じゃあ次次、第8位、今日のハイライト。え、今日のハイライトって今日のなんかビッグネタとか、今日のなんか面白いネタはってこと？ニュース番組とかスポーツ番組で使われていた今日のハイライト、ティーンがインスタグラムのストーリーに載せるときに今日の中で一番印象に残ったことを載せるとき、印象に残った出来事を載せるときにこのハッシュタグで今日のハイライトって。はい、そうなんですよね、はい、正解あれ、ありがとうございます。第9位、知ってました、もう、うるさい、エクレン。第9位、ハッシュタグ、もうこれハッシュタグって言っちゃう、ハッシュタグもうそのままじゃねえかよ、はい、397、ハッシュタグ397、正解399と呼び、感謝の気持ちを伝えるときに使用する。ここ、ね、第10位、はい、ポンポンポーン、ポンポンポーン。うそやろ。10位。そんなポンポンポーンって書いてる。ポンポンポーン。ポンポンポーン。ポンポンポーン。ちょっと待って、あ、音楽？ポンポンポーン。ポンポンポーン。テレテテ。あのなんかあのだっけ韓国の。それビッグバンやろ。あ、ベンベンベン。もうじゃ
知らんわ。ネオパリピ系漫才師エグジクトが挨拶やネタの時に使う言葉、テンションが上がった時や興奮していたりする時に SNS に投稿する際に使用する。明日休校になった、やったー、ポンポンポン。あー、使う使う。使わないよね。てか7個正解したん？これ7個したよ。してない。まず7個は絶対違う。で6個も俺してないと。だってもう最後のポンポンポンとかもう常に使ってる。使ってない。こんなの分からないといけないんだったらもういいわ。ちょっとね、ババアジジイでいっか。いいよ、もう別に。ってか、そんな会話してんの？あ、よし、じゃあこれからさ、これだけで会話していこう。ピエール。あ、もう、あ、あ、ピエール。ブラスレベチー。あ、ポンポン。ピエール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 好きだな。何々しか当たった。当たったんじゃないわ。勝った。ベビーちゃん。Bye-bye!